日本陸軍の歩兵はどんな装備で戦っていたのでしょうか。一般に装備は貧弱で遅れていたと思われがちな日本軍ですが、実際にはいくつもの優れた兵器を持っていました。今回はバリエーション豊かな日本陸軍の歩兵装備を紹介していきたいと思います。38式歩兵銃。38式歩兵銃は太平洋戦争において日本軍のメインウェポンになったボルトアクション式ライフルです。38式歩兵銃は日露戦争で使われた30年式小銃を改良したもので、欧米では開発者の名前から有坂ライフルと呼ばれます。明治時代に作られた上、連射もできないこの銃を太平洋戦争まで使用した日本軍は遅れていたと言われることもありますが、アメリカを除けば当時の軍隊ではどこでも歩兵の武器といえばボルトアクション式ライフルでした。38式は他国の小銃と比べて弾の威力は低かったものの、その分弾道がまっすぐで命中精度が高く、弾を小さくしたことで一人の兵士が持ち運べる弾丸の量が増えるというメリットがありました。満州や中国大陸での使用を考えて作られたため、砂ぼこりが入らないよう機関部に円筒と連動して動く遊艇服と呼ばれるカバーがついているのも特徴です。広い大陸での使用を想定していたため、太平洋のジャングルなどの狭い場所での戦闘では重心の長さが裏目に出ることにもありました。それでも38式歩兵銃は太平洋戦争を通して日本軍歩兵の相棒として戦い抜いた日本軍を代表する武器の一つでした。その性能の高さは世界と比較しても決して見劣りすることのない日本軍が誇る小銃といえます。96式軽機関銃。96式軽機関銃は日本陸軍が太平洋戦争で主に使用していた軽機関銃です。日本軍が初めて開発した11年式機関銃は不具合が多く、兵士からの評判が良くなかったため、これに代わる形で開発されたのが96式軽機関銃です。チェコ製の ZB26 を元に開発された96式は弾の威力は低かったものの、その分反動も小さく、完成度、信頼性、命中精度ともに ZB よりも優れた傑作軽機関銃でした。96式には倍率 2.5 倍の照準メガネが付属していて、これにより遠距離でも正確な射撃ができただけでなく、白母や夕暮れでも照準を行うことができました。さらに重心内にクロームメッキを施すことによって寿命を延ばすという他国にはない日本独自の工夫もありました。機関銃としては珍しく銃剣が装着できるようになっているのも大きな特徴ですが、これは歩兵の突撃に同行し援護するためのものだったとみられます。後に弾薬の威力を向上させるなど改良を施した99式軽機関銃も開発されました。92式重機関銃。92式重機関銃は日本軍が主力としていた重機関銃です。重機関銃と軽機関銃は重さや大きさによって区別され、一人で持ち運びできるかどうかが目安になります。92式重機関銃も4人の兵士によって運ばれる兵器で、壊れにくくて命中精度が高いことから戦場では連合軍兵士の大きな脅威となりました。その独特な発射音のため、敵からはウッドペッカー、キツツキのあだ名で呼ばれています。92式は付属の92式重機関銃高射用具と呼ばれる三脚を使用することで対空戦闘に用いることもできました。優秀な重機関銃だった92式ですが、小銃や軽機関銃と口径は同じなのに弾の互換性はないという欠点があり、実戦では必要な弾丸が補給されてこないという問題もあったようです。後に小銃弾を使用できる一式重機関銃も開発されましたが、少数生産に終わっています。100式機関短銃。100式機関短銃は
太平洋戦争中、日本軍が開発した唯一のサブマシンガンです。客式は重量が軽くて、装弾数が多く、命中精度が高いといった同時期の他国のサブマシンガンと比較して、多くの優れた点を持つ短機関銃でした。しかし、資源の不足により生産数も少なく、何より弾を多量に消費するサブマシンガンに十分な量の弾丸を補給するだけの生産・輸送能力は日本軍にはありませんでした。そのため前線で使用された例は一部にとどまります。ですが1945年の沖縄戦における亀裂空挺隊のように実際に使用されればその威力を発揮する活躍を見せているため十分な量が供給されなかったのは残念なことと言えるでしょう。97式自動砲という少し変わった名前のこの兵器は日本陸軍が使用した対戦車ライフルです。対戦車ライフルとは第二次大戦初期まで使用されていた対戦車用の歩兵装備のことを言います。戦車の装甲が厚くなっていくと装甲を貫通するのが難しくなったため次第に使われなくなっていきましたが、対物ライフルという形で現代の軍隊にも受け継がれています。97式自動砲は口径20ミリで220メートルで30ミリ、700メートルでも20ミリの後半を貫通することができたとされています。ノモンハンの戦闘で実戦に投入されソ連軍相手に活躍を見せましたが、対戦車ライフルという兵器時代が廃れたこともあって太平洋戦争の対戦車戦では大きな活躍を見せることはできず、一部は改造され対空砲として使用されました。94式拳銃。日本軍が第二次大戦中に使用した国産拳銃である94式拳銃は欠陥ともいえる独特な構造とそれから来る悪評判でも有名です。94式拳銃の悪評は主に戦後の米軍の評価によるもので、フレームが大きすぎることとグリップが小さく握りづらいことで不格好と酷評され、世界一醜い拳銃とも言われました。他にも命中率が低いことも評価を下げる一因で、94式は当たらない銃と言われています。そして94式最大の低評価ポイントは、撃鉄と引き金を結びつけるシアバーが外部に露出している欠陥とも言える構造でした。この設計だと弾薬が装填された状態の時、何かの弾みでシアバーを作動させてしまうと銃が暴発してしまうという危険極まりないことになってしまいます。そのため94式はアメリカ軍からスーサイドピストル自殺銃の別称で呼ばれています。日本軍では拳銃を携行するときは弾薬を装填せず撃発準備を解除するように指導されていたため、このような構造でも大丈夫だったという見方もありますが、実戦ではやはり事故を起こす危険性があったと思われます。どうしてこのような危険な機構が採用されたのかは不明ですが、94式小銃は日本の技術者が試行錯誤した跡がよくわかる銃と言われていて、いい面も悪い面も含めて日本オリジナルの部分が強い拳銃でした。アメリカ兵には小さかったグリップも日本人の手には馴染むものだったとも考えられますし、シアバーの機構にしても日本の技術者が強い独自性を発揮した結果だと言えるのではないでしょうか。89式銃的弾と日本陸軍の使用した異色の兵器が、この歩兵携行用迫撃砲といえる89式銃的弾頭です。89式銃的弾頭は砲身と板金に短い支柱を取り付けた簡単な作りの兵器で、歩兵用重火器としては世界でも最小クラスのものになります。射撃自体は一人で行うことができ、専用弾のほか手榴弾を発射することもできました。命中精度が高く射程は最大で670メートルにもなり、重火器の弱い日本軍にとって歩兵の頼もしい支援火力となって活躍しました。
照準器が備わっていなかったため、命中させるにはある程度の技術を要しましたが、ベテランの兵士が撃てば100発100中だったと言われます。持ち運びが容易で威力も大きいことから、密林での戦闘でも重宝され、爆発音が大きいため威嚇効果もあり、米軍から大いに恐れられました。89式銃的弾頭を鹵獲した米兵は、側板の部分が太ももに当てるのにぴったりだったため、ももに当てて撃つ迫撃砲という意味のミーモーターと呼びました。しかし89式の反動は足で受け止められるようなものではなく、この方法で試し撃ちを行い、大腿骨を骨折する事故が続発。軍のマニュアルに、この兵器を決してももに当てがってはならないという注意書きが入るほどでした。ちなみに89式の側板が湾曲しているのは、地面が平らでない時に木片などを挟んで本体を安定させられるようにという工夫です。89式銃的弾頭は様々な戦場で使用できて、歩兵の火力を向上させられる日本軍が生み出した優れた兵器の一つであったと言えるでしょう。このように一般的には弱かった、遅れていたというイメージのある日本陸軍ですが、実際には様々な優れた兵器や日本独自の兵器を開発していました。日本陸軍は決して無謀な銃剣突撃を繰り返すだけの軍隊ではありませんでした。こうした兵器があったからこそ、日本軍の兵士は広大な戦場で長きにわたる戦争を戦い抜くことができたのです。最後まで見てくれてありがとうございます。あなたが思うことをコメントしてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、評価もお願いします。次の動画でお会いしましょう。